2階がやばいことになってるらしい。うわこれですよ。すごい、待って、ネロジンチャンネル。他に前言ってたやんか、自由にパフォーマンスができる場所を作る。ここからまた全国に広げていくために、そういうエンターテインメントをこう頑張ってる人たちのために、はい、第1カ所目としてここを借りました。えーつ、行動力があっぱれですわ。はい、ということでね、現在西成の朝8時でございます。早い。ちょっと離れましょうか。一旦ここの中を、ね、はい、全部解体してもらって、はい、もう一回ゼロからファンのみんなと一緒に作っていこうかな思って。一旦フラットにね、全部撤去するの、この建物ごと。いやいや、あかんかんかん、フラットもフラットです。いや、あかんかんかん、あれ怒られる、あれ僕らの持ち込んちゃうから。まあ、だから今の進捗状況を教えてください。一旦今2階に積む部分、はい、雨漏れで、はい、なかなか、まあ、手こずってるから、はい、一番上の屋上の防水シートが腐っとったから、はい、それを張り替えてもらったとこで、これから2階部分の天井をちゃんときっちりして、そうですね、直して、でそこから畳入れて、で畳入れたらもう荷物を入れていってやっと住めるっていう、はい、住める状況ですね。もうある程度もうこの中が空間として使えるようになったら、はい、まだ内装とかができてなくてもファンクラブのメンバーを呼んでちょっとライブとか頻繁にねやりたいです。はい、はい、スタート。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 見てもらったら分かるように丸善来ましたね。まだね、ちょっとここは変わってないんですけどね。で、いろんな人に助けてもらって、なんとですね、今日ある程度ちょっと形になってきた。はい、ちょっと見てみたいと思います。はい、ちゃ、押さんでね。あ、俺か。うん、僕らのとこですから。はい、おぉ、やばい、見て、カウンターの後のわぁ、このコンクリ、え、めっちゃ綺麗になってるやん。これも友達にやってもらおうで。はい、じゃ、めっちゃ綺麗で、これもね、換気扇がとにかくもう油でくっつけてやって、はい、もうすごいマジで。これがやっぱこれですよ。めっちゃくちゃやった。ほんで、シンクと壁がね、壁もね、もう先ほどのこの油汚れやった時はもう銀色に、はい、じゃあ、え、ちょっと待って、こっちとかもほんまですよ、ケツない光が。じゃあ次、2階ですよ。2階がやばいことになってるらしい。畳をね、入れる予定なんですけど。だからシンくん、ぐちゃぐちゃやった、うん、あれですよ、あれです。多分この動画ではあれが流れてるな。そうです、ですタタ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 タ。僕自分で入れるから口でやらなくていいんですよ。うわこれですよ。30万人ほなごけ。ちょっとまだ途中段階ですけど、スタートラインには立ったんじゃないでしょうか。こっからね、細かいところはファンの皆さんと一緒に秘密基地、はい、で名前もね、ちょっと秘密基地にしようかなと。ネノシンの秘密基地。あ、めっちゃいいですね。看板にはネノシンってでかく書いて、はい、でそれをみんながこう観光スポットみたいな、はいはい、取れるようにね、うん、で秘密基地とも書いてて、はい、ここは一体何なんやろって、はい、時々なんか歌聞こえてくる。なんかそういう感じで最初はね、ファンクラブメンバーだけでイベントとか開催して、でプレオープンして、でからそれでだいぶ40年ぐらい遊んでからオープンしようかなと。いや、じゃあ遊びすぎや。40年は遊びすぎや。だから僕が、うん、まあ言うたらそうですね、80ぐらいで、うん、年金もらってるやん。ぐらいでやっとオープンしました。まあそんな感じでね、ここに集まれるような感じになります、はい、でこれがまあ最初言ってたんですけど、1個目ですから、1箇所目ですからね、はい、昔はこんな未来が想像できなかった。はい、自動施設に入ってる時とかな、社会に掘り出された時に、はい、もう絶望やったけど、はい、もうファンのみんながこう支えてくれてね、こういう場所を借りることができて、はい、まあ家にあるんですけどね、はい、まあ、日向とはちょっと別居を考えてますけど。なんでやねん、なんでやねん、馬が合わないんでね。いやいや、なんでそんなこと言うねん。うまな、うん、ということで、これからもっとね、はい、たくさん挑戦していくんで、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、楽しんでいってください。どんな未熟でも半端やなかったらよ、例えば失ってもゼロから始めるよ。プレッシャーがなんぼのもんよ、跳ね上がるハードルとテンション、自分自身で上げてこうやって、なんぼなんでやねん、なんでやねん、いつも誰かとすぐ比べて凹んでしまうのよ。なんでやねん、なんでやねん、一番が偉いってガキの頃かけっこで教わったから届かない。
皆様お待たせいたしました。ご覧ください。こちらが根の神秘密基地の全貌となります。この表の看板も、デザインしていただき、そして、お世話になっている西さんという方に、ちょっと待って今ナレーションしてるから、ライブスペースがこちらになっております。なんでなんやねん、もうちょっと今やってる今ナレーション撮ってんねん今。ちょっと待って、そんな急にあれ無理やね。そのこちらが秘密基地の特製の T シャツでございます。こちらは数量限定となっております。そしてサーバーもこちらの方から出てない。ちょっと今撮ってるから、ちょっと待って、うるさい、ちょっと待って。こちらが完成した2階居住スペース&事務所となっております。この見てご覧ください。この、カビだらけだったあの部屋がこのようなありさまになっております。壁もなく、そしてなんとあの雨漏れもなくなっております。この襖は昔ながらの外観をそのまま残した形になっておりまして、風情がある形となっております。そしてちょっと待ってな、今リコあれやってるわ、今ちょっとナレーションのあの仕事してるから、ちょっと待ってな。こちらが理解部分の30万人ほないこけ。険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、通す自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでええ真似なんてせんでもええ、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで、おもろいこと探しに散歩にでも来ないこけ。目的地なんか決めずに行こうや、未来で悩むなら今を生きや。つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になるわ。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。 On the road, 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 on the road。マネージャーが撮ってなかったからな。もう一回やらなあかんねん。俺結構手痛いねん、ここに叩くの。